やあどうも、ベンゼンです。前回の動画では、BCC の総称形及び総称前段量を考える上での補足に関して説明しました。今回の動画では、FCC の総称における原子移動として、BCC の時と同じくどの面の原子がどういう方向に動くのか、そしてその原子移動を模式的に見るとどう表せるのかを解説したいと思います。BCC の時と同じく、三次元的な考えが必要になるので、苦手な方は止めながらご覧ください。では早速、見ていきましょう。さて、FCC の総称における原子移動について考えていくわけですが、皆さん、FCC の総称形思い出せますか？ここからは3秒のシンキングタイムです。用意、スタート。どうですか？思い出せましたか？思い出せなかった人は、まず BCC の総称形を思い出してみましょう。BCC の総称形はこの図からもわかるように、112面の111方向です。以前の動画で、BCC と FCC の総称形は面と方向を入れ替えたもの、という風に覚えられると説明していたかと思います。ですので、これを逆にした111面の112方向が FCC の総称形です。じゃあ、この FCC 構造を持つ結晶を回転させてみましょうか。確認ですが、この面が111、面でこの方向が1バー1バー2となります。ちなみに今回は110、面ではなく、001、面の原子を赤で、その半分に位置する面の原子を青にしています。これは BCC の時と同じく、こうした方がおいおいわかりやすいからです。そして結晶を回転させると言っても、BCC の総称面と違うのは Z 軸の指数のみ。すなわち、BCC と同様に、1バー10、方向から見ると、総称面を真横から見れるはずです。そして同じように総称面が水平となるように回転させます。すると、こんな感じになりますよね。今の状況をまとめるとこんな具合です。この面が111、面で、総称方向である、1バー1バー2、はこっち向きです。では、この原子たちを、下側の母層領域と鏡面対象となるように移動させてみましょう。もう BCC でやったので、この辺は慣れっこですね。まとめていきます。こんな感じで移動することで、見事総称面で鏡面対象の原子配置にすることができました。なんてことはないですね。これまでと同じように、面と平行な視点で見たとき、原子がどの向きに移動すれば総称面の上下で鏡面対象になるかを考えればいいだけです。あ、一点補足なのですが、BCC の時と今回の FCC、3次元で考えている時の総称方向と2次元の模式図で表した時の方向が逆になっています。まあミラー指数的にはマイナスをつけた方向指数というのは同じ方向として扱われることもありますし、そもそもの総称形の表記が等価なので、この書き方だから間違いというわけではないのですが、おいおい、こいつ最初と最後で方向が逆になっとるやないか。ミラー指数の勉強やり直せ、とか思われるのが怖いので、一応書いておきます。さて、ここまで FCC の総称における原子移動について見てきましたが、いかがでしたでしょうか？ BCC で比較的ゆっくりやったので、数本前からの動画を見てくださっている人からしたら、なるほどなるほどと思いながら見てもらえたのではないかと思います。結晶を見る方向が同じだったので、割とイメージしやすかったのではないでしょうか。毎度のごとく次回の動画についてですが、次回は FCC の前段歪みを求めてみます。BCC の時には思いつかなかった人も、ここに3本の動画を見ていれば、どこを計算すればいいのかピンとくるものがあるのではないでしょうか。この図と前回までの情報があれば解きやすいとは思いますので、夏休み中の頭の体操と思ってやってみましょう。というわけで、今回の動画はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。質問、リクエスト等ありましたらコメント欄もしくは Twitter にお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。